部瑠衣、石飛エリカの帝王大附属高校潜入部。はい、鬼川夏役の田辺瑠衣です。はい、東方雄介役の石飛エリカです、うん、この番組はアプリゲーム六本木サディスティックナイトの魅力を余すところなくお伝えするため、私たちがその世界観に潜入し、より深いところにあるその楽しさの真髄をお伝えしていこうという番組になっております。ぜひ皆さんチャンネル登録をして、さらに通知をオンにして今回はこんなことをして遊んでいきましょう。ネクサさんのビジネス用語の潜入部。勢いで乗り切っておりますけれども、はい、六本木といえば一時期はヒルズ族で話題になった通り、聞いたことある、日本の新興ベンチャー、うん、IT 産業の聖地でもありました、はい。そんな好感度なビジネスパーソンたちが集う六本木を舞台にしたゲーム、うん、六本木サディスティックナイトにも南川という経済インテリ系の敵が登場します。はい、彼は六本木に本社を構える IT グループネクサスターの社長なんです、うん、そんな世界観を表現し伝えていくためには、うんうん、我々もハイセンスなビジネス用語を当然マスターしてないといけません、うん、知らないことは伝えられないからです。なんかもうカタカナいっぱいありすぎてようわからんかったけどね。わかっておりませんけれどもなので今日は、うん、六本木の会話についていけるようにビジネス用語をクイズ形式で学んでいこうと思います、はい、石飛ちゃんルール説明よろしく。お任せください。まずですね、お題が画面に出ます。そしてそれに対して私が書いて答えます。正解したらあなたは立派な六本木キャリアウーマン、不正解の場合はサービスボイスを披露になります。全5問らしいので、その5問どっちいっぱい間違えちゃった方がサービスボイス、いっぱい間違えちゃった方がいっぱい間違えちゃった方がサービスボイス。オッケーオッケーオッケー。じゃあそこやっていこう。やっていこう、うん、問題。はい、南川さんにマネジメントを一部アウトソーシングしたいからあいみつ取っておいてくれと言われましたが、どういう意味ですか。南川さんは何を言ってらっしゃるマネジメントを一部アウトソーシングしたいからあいみつを取っておいてくれ。何聞いたことあるよ。聞いたことある。言ってみる。じゃあ、いいよ。マネージャーさん的な役割してくれてる人を一部アウト、いらないよ、もうソーシング掃除ゲラソージング、ソージング。だからもうちょっと君もう夜なしだよと。だから内緒で直接それを言っちゃうとかわいそうだから内緒でクビにしといてくれ。内密的なこと。内密をおしゃれに言うとあいみつ自分のそのマネジメントをしてくれてる人を、うん、一部アウトソーシング、うん、どっかに派遣したいからアポ取っといてみたいなこと、約束しといてみたいなこと。ファイナルアンサー。やっぱりね難しいよ1問目からだと思ったよどういうこと。田辺社のマネージャーさんが忙しいから、ちょっとじゃあ弊社のホーリーピークのマネージャーさんにちょっとマネージャーお願いしますわってこと。あいみつは金のことってことですか。金のこと。あ、略語。はぁ、うわ、略しちゃう系か。アウトソーシングだからその代わりにってことですね。派遣みたいな。派遣ですか。派遣。外注。外注ね。いまいちピンときてない。第2問目、ね、難しくない。南川さんに六本木でガールズバーはレッドオーシャンなど逆にチャンスがあると言われました。どういう意味ですか。レッドオーシャン発音の問題レッドオーシャンなど逆にチャンスがある。何、ガールズバー、あれですよね、六本木でガールズバー経営するというかやるには、うん、まあ、レッドオーシャンっていうのがもう赤だから経営が難しい。でも逆にチャンスもあるよっていう意味。レッドオーシャン、赤字になる。レッドオーシャン経営的な話ね、うん、私は六本木のガールズバーで女引っ掛けるのはなかなかレッドギリギリなところがあるが、逆に燃えるチャンスがある。ガールズバーの女の子なかなかハードル高いんだよ。さすがの南川さんでも。ファイナルアンサー。でも田辺氏結構いい線行くだけしたけど近い。あ、近いんだって。いつもギリギリだねごめんごめん、ちょっと言わせて。なんだこの女いつも私なんてさ、かすりもしないからさ、田辺氏いつもギリこういいとこ線、ね、いい線行くじゃん。石飛ちゃんなりに褒めてくれたんだよ。ありがとう、ごめんね、体力なくてごめんごめん大丈夫だよ、大好きだよなるほど、レッドオーシャンってそういうことか。すごいね。なるほどなるほど、誰もいないし、ブルーオーシャン。ブルーオーシャン、すごい、初めて知ったよ。なんか映画のタイトルみたいだね、レッドオーシャンブルーオーシャンじゃあ第3問目、うん、
南川さんに、うん、勇気の歌入れから CD 発売までバッファを取っておけと言われました。どういう意味ですか？バッファーで、これも略しちゃってる系じゃない？バックバックパまだわかんないよね。ファイト、バックファイト、裏方頑張ってください。あ、そういうこと？コーラスを取っておけ。バッファーを取って、バッファー、バッファー、バックサウンド的な。その O は絶対違う。バックサウンド、キラキラした目見られた。バックサウンド、考えてる。バックサウンド2人でバックサウンド。結局スケジュールを余裕多めに取っておけって意味だったってことです。それをバッファっていうの。バッファ、うっそ、みんなそんなおしゃれなやり取りしてんの？裏でずっとバッファバッファ言ってるの。バッファ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 。じゃあ続いての問題、はい、香織さんにナイトジュエルの今月のイベントについてブレストしようと言われましたが、どういう意味ですか？ブレス、息を合わせよう。イベントについてみんなともっと合わせていこう、話し合っていこうみたいな。お、ブレストしよう、会議しようってこと？会議しよう。おえ、正解、2人とも正解だって。おい、ブレストしよう。何について？この番組をより盛り上げていくために私たちもちゃんとブレストしよう。分かった。じゃあ次の問題お願いします。取引先の社長、うん、部長、課長揃って、うん、六本木の事務所に来ちゃいました、うん、エレベーターに乗っちゃいました。会議室に案内します。どこに立ってもらいますか？見取り図を書いて説明してください。これマナー的なやつですよね。私マナー検定持ってます。え、すごいじゃん。これはもう石飛ちゃんがじゃあ有利だ。もうこれもらったも当然、ね、エレベーターは分かんないよ私。課長が一番下っ端？それ聞いていいの？でも順番的にそうですよね。課長がなんか下だよね。私社員？じゃあ一番下っ端私？私がだからやるのね。ちょっと待って、私がこちらです。でもさ、社長は行きたいとこ行くよね。行きたいとこ行く。そんでさ、社長はじゃあこちらに、課長はじゃあこちらに、部長はこちらに、なんてちょっとなんか難しいよね。入ってきた。はい、私も書けました。せーの、じゃん。あ、やっぱ俺取られる。惜しい女。ギリギリの女。あ、部長と社長、あ、私の後ろに社長？私はなんか仲いい会社かなと思ってた。あんま横並びになることないよ。仲良く3人で喋ってるかもしんないじゃん。楽しみだねって南川くんに会うの。元気出るよ、ひとみちゃん。いい、もう正解だね。正解、ほんと？ひとみちゃんすごい。罰ゲームひとみちゃんだそうです。じゃあひとみちゃんのサービスボイスお願いします。選手も応援してる人もみんな熱くて、私までテンション上がっちゃいました。ほら、ジャンプジャンプ、もっと声出して応援しましょう。恥ずかしい？そんなの気にしてたら負けですよ。ありがとうございました。すごく素敵でしたよ。ありがとうございます。以上、ネクサスターのビジネス用語に潜入部でした。続いてはこちらです。帝王大附属高校通信学部。はい、ということでお便りのコーナーです、はい、早速ですね、1通目のお便りを紹介していきたいと思います。じゃあ私が読みますね、はい、お願いします。はい、ナイトジュエルネームかよささんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく見させていただいております。ありがとうございます。今回のゴールデンウィーク、お二人はどのように過ごしましたか？ゴールデンウィークだったからね。確かに。何してましたかっていうメールですよ。かやささん何してたんだろう。逆に質問、ね、気になる、気になる。聞いてくるってことはなんかそう充実したゴールデンウィークだったかもしれないよね、かやささんがね。確かに。何してた？ただです。私は美を追求してた。お、いいじゃん。素敵じゃん。そう、何ちょっと頑張ってきた。何なの？明確に何なのかは教えてくれない。美もいろいろあるじゃん。その何かを教えてよ。お肌のケアとか。そう、お肌のケアしてた、頑張って。でも田辺氏いつも美意識高めじゃない？なんかさ、ちゃんと気遣ってるイメージあるけど。
ありがとう。褒め合ったみたいになっちゃったやだやだ、なんか女子の褒め合いみたいになっちゃったけどでもなんか自分磨きの時間に使おうと思って。あーいいね。そう、空いてる時間はそういうのに使ってた。じゃあゴールデンウィーク割とゆっくりできた。うん、おほどほどに。いいじゃんいいじゃん。そう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 。なんかやっぱさ、演者側ってどっちイベントを目がちになりやすいからさ、なんだかんだみんながお休みの時って結構働いてたりするからさ、うんうんうん、やっぱ休みたいもんね。佐藤コンディちゃんそんなにしとびちゃんは私ね、なんだかんだ実は自分のバースデーイベントとか実はゴールデンウィーク中にあったりとかしたから、うんうん、あといろいろね5月なんだかんだイベント多かったからすごいリハやってたりとかしたから、うんうん、毎日外出てたんだけど、うんうん、人多いのね。いやそうだよね、びっくりしちゃった、うん、だって新宿駅前とかもホコ店になってたりして、うん、新宿駅ってホコ店になるんだと思って私知らなくて、うん、びっくりして。すごかったよ人が。そうなんだ。あれは出るもんじゃない急に田舎もんみたいなあれは出るもんじゃない出るもんじゃないとなったけどでもすごいなんかみんなお休みを楽しく過ごしてて素敵だなと思いました、うん、良かったです。それぞれの楽しいゴールデンウィークでございました。はいということで以上ですかね。この番組では皆様からのお便りを大募集しております。ゲームや番組の感想はもちろん、先生たちの日常や六本木で見かけた面白いことなど何でも募集しています。ご応募はゲームのお知らせのところからですかね、か概要欄にもあるのかな、そこからもぜひ送ってください。はい、ということで以上慶応大附属高校通信学部のコーナーでした。ではここで、うん、六本木サディスティックナイトのいろんな告知をしちゃいますよ。はい、アプリゲーム六本木サディスティックナイトとは iOS、Android でできるスマホゲームで、美女チームが六本木に救う悪をぶっ倒していくというちょっと大人のサスペンスモデルゲームです。概要欄に URL が貼ってありますので、放送が終わったらぜひチェックしてみてください。はい、アプリ六本木サディスティックナイトでは5月14日よりイベントナイトジュエルクイーンを開催中、うん、新カードはお茶の葉を摘む夏。一人で着付けができずにムッとする夏の表情が可愛いですね、うん、夏が入れてくれたお茶飲んでみたいですね、うん、ぜひイベントに参加して限定カードをゲットしてくださいね。60年ということで、うん、六本木サディスティックナイト夏春美里あずさで歌った六本木サディスティックナイトナイトジュエルバージョン、川村由美さんが歌う挿入歌インコワイトライトを含むキャラクターソング CD 六本木サディスティックナイトはアニメイトほか全国の CD ショップで絶賛発売中です。CD の封入特典には MR 夏がもらえるかもしれないリアルコードがついてきます。5枚で MR 夏が確定します。これは初回限定特典になるので、これを聞いた人はまだ残っているかもしれない初回版を手に入れられるように今すぐ Amazon でポチってください。そして7月20日には待望のセカンドマキシシングル六本木サディスティックナイトボリューム2が発売になります。今回の初回版は前回よりさらに特典がモリモリの超お得仕様になっております。買い逃しのないように全国 CD ショップで今すぐ予約してください。先生たちの予約数が次へのステップアップの力になりますから、絶対予約して買ってください。はい、ボイスドラマ第2弾配信を5月28日に控え、ますますパワーアップして展開していく六本木サディスティックナイトをこれからもよろしくお願いします。この田辺るい、石飛エリカの慶応大附属高校潜入部は次回は5月25日配信です。次回は 6.5 周年スペシャル。はい、チャンネル登録をして通知をオンにして絶対に見に来てくださいね。はい、じゃあ先生また来てねー。